い、どうも皆さんこんにちは。僕はですね、今フィリピンのセブ島というところに来ています。でね、セブ島というとね、皆さんね、結構ね、海を想像すると思うんですけど、ちょっと今日はですね、あいにくの天気でしてね、あえてセブ島で山に来るというね、新しいスタイルを撮ってます。で、今ここにいるんですけど、ここはテンプルオブレイヤーというところです。で、ここに女性の銅像があるんですけど、どうやらですね、こちらの銅像はで、外観はさっき撮って、今流れてると思うんですけど、結構ねしっかりしたところですが、まだ改装中、ちょっとまだ工事しているような感じです。でね、ちょっとこっちに来てもらうとですね、いろんなこういった飾りがあるんですけど、あちらに見えますのが、ちょっとこう三味線を弾いた女性、日本女性というところでしょうかね。結構なんかロックな感じでね、こう下にこうやっていますけど、なんか珍しいような感じで、今からここ上に入れんのかな、入れない、ちょっとこう階段をちょっと行ってみようかなと思います。あ、ちょっと今ね、ちょうどいい景色なんですよ。あそこほら、ちょっとオーシャンビューみたいな感じでね、水平線がバーッと広がっててね、綺麗なんですね。で、あそこにちょっと犬さんがいるんですけど、全然触らせてくれないんですね。多分ちょっと日本と違いますね、その辺はね。レアルアルビノ、あんまりよくわかんないんですね。これちょっと後でね、調べて載せようと思うんですけども、まあ、英語がわかる方はここを翻訳していただければと思います。結構西部でも有名な観光地らしくて、結構いろんな方が今いるんですね。多分天気がいい時はもうちょっと人が多いのかなと思います。入場料は1人50ペソで、2人で100ペソだったから、だいたい250円ぐらい、1人100円ちょっととかみたいな感じです。それでは次の場面に行きたいと思います。いかがですか皆さん、ちょっと新しい景色が見れたんじゃないでしょうか。ここはですね、一応セブの市内からちょっと特別に、いい、さっきドライバーさんに会って、その人が行って帰ってきて1000ペソでいいよ、2人でね、そう言ってくれたんで、結構ホテルとか行ってる間も待っててくれたりとか、ご飯食べてる間も待っててくれたりする、結構親切なドライバーさんでした。ちょっとね、あと1時間ちょっとここには入れないかなっていう感じなので、次の場所に行きたいかなと。超うるさい。